これは飾りたい。わあ素敵だ。中身はね、お見せできないので、気になる方はぜひ、まだ多分売ってると思うから、なんか今回多分在庫を多くしてくれてたのかな。まだ売り切れにはなってないと思うので、買ってみてください。ということで、じゃあねー。ちなみにジョングクはこんな感じでしたね。トレカ2枚。これはトレカスリーブに入れてます。キラキラさせてる。ホログラム。ちょっと持ってきますね。このホログラムトレカスリーブに入れてます。で、ジョングクはコースターだったのかな。かっこいい。コースターで、テテと同じように切手風のシートですね。とポストカード。これね、A5 サイズがちょうどよかった。開封した動画撮ってなかったので、テテのついでにジョングクも紹介します。中身はね、お見せできないので、ぜひ。そっか、ジョングクはもう品切れになっちゃってたのかな。もし手に入る機会があればもうおすすめなので、今回ジョングクやばいから。ちょっとこれ収納する動画も後で撮影します。じゃあね。グッズの収納方法を紹介していきます。ね、さっき言った通り、このトレカはこのダイソーで買ったホログラムトレカスリーブに入れて、でさらにこれセリアで買ったマイコレのカード収納リフィルっていうのに入れてます。でジョングクはもともと入れてたので、こんな感じで戻して、そこの押しだけキラキラさせてます。でも今日はなんか天気悪くて、なんか荷物が全然届かなかったんですよ。テテの写真集がなんか追跡番号を検索したら配送中にはなってたんですけど、全然来なくて、あ、もう今日は来ないかなと思ったら夜8時ぐらいにやっと来ました。だからね、ツイッターも見ないようにしてて、もうなんかちょろっと見たらもう届いたって言ってる方とかいたから、あ、これ見ちゃあかんと思ってツイッター我慢してました。これね、片面だけキラキラしてて裏は透明なんですよ。これ裏は透明で片面だけキラキラしてるので、私はキラキラさせたいので、全員キラキラさせてもいいんだけどね。全員好きだから。で、ここに
っと飛び出ちゃう。どうしよう。結構万能です。いろいろ入るから、上角のコースターもちょっとちょうどいいのがないのでここに入れちゃいます。こんな感じ。はい、収納こんな感じです。コースターはちょっと入れる場所ないから、これはこの写真集に挟んで保存しておきます。私もまだ中身見てないのでじっくり楽しみたいと思います。ということで。